装甲艦。装甲艦は、鉄内志向の装甲を施した軍艦を指す、用語である。日本では、鋼鉄艦ともいい、明治時代にはより一般的な名称であった。装甲艦という種別は、走行の存在を表すものであり、艦の用途や艦型に関するものではない。そのため動力も手漕ぎ、搬送や蒸気機関による、機装など様々なものが用いられ、船の大きさも、 数百トン程度から一万トンに及ぶものまで実に様々であった。なお、19世紀末以降20世紀前半の戦艦、装甲巡洋艦から発展した巡洋戦艦も19世紀以来の定期では装甲艦であるが、今日ではこれらを別分類とし、初期の装甲艦のみを指す監視名称として用いられることが多い。鉄の装甲を持った 装甲艦の誕生以前、火砲や矢などの投射兵器に対する防御としては厚い木の板が用いられていた。戦列艦は、分厚いチーク材などで船体を構成していた。炸裂弾の実用化以前においては、大砲は、工場船で城壁を壊す目的ならともかく、多数の敵兵を殺戮する目的には適さず、そのため当時の艦船は小口径の大砲を大量に、 装備することで補っており、そのため木材による防御でも十分であった。日本の畑船でも、銃弾や矢を防ぐために立て板と呼ぶ厚い木の板を巡らせたり、竹筒を並べた防御構造を有していたりした、なお日本史における装甲も参照。しかし、ヨーロッパで砲弾として、高性能を炸裂弾が実用化されると、従来の防御では不十分となった。 クリミア戦争中の1853年に起きたシノオプの海戦の結果、木造艦船に対しては炸裂弾が圧倒的な威力を発揮することがヨーロッパでは広く認識された。他方、19世紀前半には、後実のジーメンス法などの製鉄技術の進歩により、装甲用の後半生産が可能となっていた。動力面で、蒸気船、 特に原則武装の邪魔とならないスクリュー推進が実用化されたことと合わせて軍艦に重い鉄の装甲を施すための技術的条件が揃っていた。こうして1854年に世界で最初の装甲艦がフランスで建造された。これはクリミア戦争にフランスが参戦するにあたって主に陸上砲台との交戦を想定して設計したもので、 110mm の鉄板と 440mm のオーク材で強固に走行されていたが、半送と150馬力の蒸気機関による最高速力はわずか数ノットの受け放題だった。そのうちのラブ、レイブ以下3隻は1855年に国会で実戦投入され大きな成果を上げた。その効果を見たイギリスも同種の走行受け放題の建造を開始した。 現在、記録に残る世界初の紅葉装甲艦は1859年に、フランス海軍が浸水させた起装可能な装甲艦、ラグロワールである。ラグロワールは、排水量5635トン、163ミ、mm、リメートル5装砲36門、原則装甲120ミリメートルを持ち、速力13ノットを発揮する、軍艦史上初の防御装甲を持ち、 長距離航行可能な軍艦であった。この後すぐ2860年にイギリスのウォーリアが浸水し、この流れに続けと列強各国はこぞって規範走行艦を建造するようになった。同じく19世紀後半、ロシア海軍など内海を活動範囲とする海軍でも沿岸防備用として多くの走行艦が用いられた。初期には、 搬送装甲艦が主であったものの、アメリカ南北戦争で1861年に、南軍が装甲艦、マナサスを収益させて、以降は蒸気機関を備える規範装装甲艦が多数を占めるようになった。航続距離が短くても構わない、沿岸用の装甲艦には、搬送設備を廃止するものも現れた。装甲艦への武装方式にも改良が行われていった。 はじめは、従来の戦列艦、フリゲートと同じような砲列艦板式の原則砲が使用されていたが、次第に比較的少数の巨砲を搭載するようになり、ケースメート式の中央砲、各艦、バーベット状に配置する、露砲刀艦、バーベット艦、砲塔を有する砲塔艦、ターレット艦などが開発されていった。砲塔艦の中には、 艦中央付近に左右非対称に2機の砲塔を積んだものもあり、中央砲塔艦と呼ばれる。沿岸用の総甲艦では、砲塔艦の特殊な類型として、搬送を廃止して極端な低還源としたモニター艦が出現した。装甲艦同士のハンプトンローズ海戦で互いに、装甲を貫通できなかったことは、装甲を打ち破るために、強砲搭載が進むきっかけとな。また、 火砲以外に昇格が装着され、立差海戦などの戦訓から重要視された。戦列艦から戦艦への過渡期である二十世紀初頭以降、全船体を鉄鋼で作る技術が確立されると、木造内紙鉄骨木皮の装甲艦は、次第に廃れていった。日露戦争の時点では、すでに第一線からは退いており、第一次世界大戦が始まる頃にはほぼ姿を消している。しかし、 一部の国では近代化階層を施し、装甲巡洋艦や解剖戦艦の代わりとして、最終益させる例が見られ、特にホルトガルの装甲艦、バスコダガマは1935年まで現役であった。戦隊全体が鋼鉄製になって、以後も戦艦や、これに準じる性能の軍艦を装甲艦と呼ぶ例があった。例えば、ドイツ海軍のドイツチュラント級ポケット戦艦は、 正式には、装甲艦に分類されていた。ロシア海軍でも、戦艦に相当する艦を、当初は、装甲艦、その後1907年に、戦列艦という分類に切り替えるまで、艦隊装甲艦の語を用いている。日本語においても、5位、装甲艦、鋼鉄艦は、第一次世界大戦終結頃まで、戦艦や巡洋戦艦を含む装甲を有する、軍艦の総称であった。 広い意味では、装甲艦の最初の実戦仕様は、クリミア戦争中の1855年の浮き放題による対地戦闘であった。装甲艦同士の海戦としては、アメリカ南北戦争中の1862年に起きたハンプトンローズ海戦が最初である。紅葉装甲艦隊による最初の海戦としては、1866年のリッサ海戦が著名である。 また、1864年にデンマークとプロイセンがバルト海で交戦したヤスムントの海戦で装甲艦が投入されたとする説も、あ、今後の研究の結果によっては、海戦士が一部書き換えられる可能性もある。なお、逆に、非走甲の木造艦隊による最後の本格海戦としては、1864年5月にヨーロッパの北海でデンマークとプロイセ、ン。 オーストリア連合艦隊が戦ったヘルゴラント海戦が有名である。装甲艦を語る上で重要なポイントの一つは、船体に用いる金属の質と、その製法である。船舶の歴史上、その素材は、木材が主流であった。しかし建造される船舶が次第に大型化するにつれ、木材では、素材として強度が足りなくなり、価格の高騰が進むようになる。 製鉄技術の発達はその問題の解決策となるものであり、薄く伸ばした鋼鉄で建造することで木材を使用するよりも丈夫で軽くコストを安く抑えることができるようになるものであった。製鉄技術の進歩に伴い小型の船舶には徐々に鉄の船体を用いられるようになったが、大型の船舶でこれを行うためにはさらに高い製鉄技術が必要とされる。 イギリスの製鉄業では早期に、平路で高級鋼を生産する G メンス法が採用されており、鋼鉄板を同強度の鉄板よりも薄く、軽く、高品質に製造することが可能であった。このため、イギリスでは、早くから大型船の鋼鉄化を実現することができた。こうした高い技術力を背景として海外から造船の受注が増加したことにより、 イギリスは1890年代までにヨーロッパの造船シェアで8割以上を占める造船大国として君臨することとなる。こうした進歩の結実の一つが1843年に完成した蒸気船グレート・ブリテン号である。グレート・ブリテン号は排水量3675トン、全長98メートル、幅15.4メートルで、 当時世界最大の鉄製の客船であった。また、鋼鉄のみで建造された貨物船も1881年に浸水されたイギリス製のセルビア号である。装甲艦は、こうした高い製鉄技術や造船設計の進歩を背景とし、時代の要求に伴って生まれてきたのである。日本では、織田信長が伊勢の大名、久喜義隆に建造させた。 鉄鋼船という木造の船体の外側に鉄板を貼り付けた大型の軍艦が初の装甲艦の例として挙げられることもある。これは1576年、天正四年の7月13日の第一次、木津川口の戦いの際、毛利輝元機下の水軍に崩落ビア攻撃を受けたことを先訓として建造されたものである。ただし、鉄鋼船の装甲はあくまで防火のためのものであり。 防弾を目的とした装甲とは意味が違うものである。そして、後世の装甲艦とは技術的なつながりは全く存在しない。鉄鋼船を装甲艦の元祖とみなす立場からは、第二次木津川口の戦いで投入されたのが、装甲艦の初陣であると主張される。崩落ビアを克服して、大勝利を得たとするが、勝利の程度は疑問視する見方もある。近代においては、 木星船体の東艦、鋼鉄艦や鉄骨木皮艦に部分倉庫を施した混合型コルベットなどを輸入した。すでに時代は金属製船体への移行期にあったため、木製船体の採用は少数にとどまった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。